光る雲を突き抜け Fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる溶けた氷の飛行みたいね。チャラヘチャラ、何が起きても気分はヘノヘノカッパ。チャラヘチャラ、胸がパチパチするほど騒ぐ元気が。チャラヘチャラ。Me at you, oh, me, me, ha, 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 ha. Father, たまに頭ん中で手汗でもしねえとなまっちゃうかな。今のオラがどんだけやれるか相手してもらうぜピッコロ。
全力で来い。なんだぞ。やっぱ強えな、ピクロ。そうやって余裕を見せているつもりか。余裕なんてねえさ。おめえと戦うんがワクワクするだけだ。ふん、やるうち。うん、全力で来い。この星もあと少しで攻め落とせそうだな。ラディッツ、貴様がしくじらなければもっと早く終わったはずだ。すまん。だから貴様は弱虫ラディッツと言われるんだ。次の星ではもっとうまくやる。またしくじった時は覚悟しておくんだな。そうだ、思い出した。確か俺の弟カカロットが別の星に送られていたはずだ。貴様の弟だと？まだ俺たち以外にサイヤ人がいたのか。なあ、そいつを仲間に加えればもっとうまくやれる。貴様の弟ならそれほど期待できそうにないが、どこの星だ？そう、確か地球って星だ。
しかしその地球を制圧したという報告もない。何をしているカカロット。嵐の予感、強襲サイヤ人。さん、お父さん。お父さん、そろそろ家へ帰らないとお母さんに怒られちゃうよ。悪いなゴハ。強いや。ピッコロ、ずっと目はピッコロ大魔王中、むっちゃくちゃ悪いやつだったけんどな。生まれ変わったもっと強くなった。僕。でも。ああいけねえ。そういや食い。何がいるの。確か。お魚とリンゴだよ父さん。ああそうだ。うん。僕張り切ってんなあご飯のやつ。張り切りすぎて転ぶんじゃねえぞ。やっはっ。お父さん、ここだよ。お、リンゴの木見つけたみてえだな。ご飯のやつどこまで探しに行ったかな。そんなに遠くまでは行ってねえはずだが。はっ、やっはっ。やっ、もう一つくれ。取っておくか。僕に任せて。楽しそうだなご飯。おいおい、あんまり遠くに行くなよ。父に怒られちまうから、寄り道しねえで早く帰らねえとな。あっちに用事はねえはずだ。お父さん、こっちこっち。ご飯、見つけんのうめえな。よし、こんなもんかな。リンゴはこれくらいでいいだろう。よく見ひん。そうか、うん。まずは釣り場に行かねえとな。うん、でもあまり早く歩かないでね。わかった。ちゃんとついてくんだぞご飯。どうしたご飯。
僕、疲れちゃった。もうなんだ、しょうがねえな。じゃ、父ちゃん。わーい。よっと。わーい、たかいたかい。もう元気になったんか。さては父ちゃんを騙したな。甘えやがってしょうがねえな。おめえは大きくなったら何になりてんだ。ね、僕偉い学者さんになりたい。おめえ変わってんな。勉強教えんのは無理だけど、修行がしたくなったら父ちゃんがバッチリ着ててやっかな。僕戦うのやっぱり怖いよ。そういやおめえ釣りは初めてだったな。うん、そうだよ。じゃあオラがガキンチョの頃やってたやり方教えてやっかな。この辺に釣れそうな場所があったはずだぞ。よし、ここなら釣れそうだな。じゃ、早速始めっか。でも、どうやって釣りするの？釣り竿ないでしょ。へへ、普通は釣り竿を使うけどな。オラがガキンチョの子ら、尻尾で釣り？そんなことできるの？うん、尻尾で水の中で泳ぐ魚の動きや気配を感じ取れるし、慣れたらなかなか簡単だぞ。ま、ほらもうプルマっちゅうやつにそのこと言ったら、じゃ、早速釣りやってみっか。よし。おっと、父の用事済まさねえとな。よし。やったね、お父さん。ああ、これならきっと父も喜ぶぞ。食い物の材料集めたら。僕もちょっとお腹すいて。あそこの焚き火で魚焼くか。お魚焼いて食べようよ。おっと、父の用事済まさねえとな。よそに行ってる場合じゃねえか。こっちに用はねえな。あっちに用事はねえはずだ。おっと、父の用事済まさねえとな。そっちに行ってもしょうがねえな。あっちに用事はねえはずだ。さーて、魚焼くかな。
新鮮な魚は僕食べ過ぎちゃったかも。たくさん食わねえと父ちゃんみてに大きくなれねえぞ。今日は楽しかったね、お父さん。ああ、ご飯も手伝って、うん、楽し…おめえも来ていたら強くなれっぞ。そんなの無理だよ。そういえば、お父さんが釣りをしてた時に、こんなの…サンキュー、ご飯。ほら、じゃん、バッグかかった。
ちの用事済まさねえとな。よそに行ってる場合じゃねえか。そっちに行ってもしょうがねえな。父の用事済まさねえとな。こっちに用はねえな。そっちに行ってもしょうがねえな。父の用事済まさねえとな。おっと、行き過ぎちまったか。やっはっ。そろそろ家帰る？よし。キントンよーい。よっちゃ、しっかり捕まってんだぞ。うわっ、恐竜さんだ。バイバイ。キントン、早い早い。こいつはオラがガキの頃からずっと乗ってんだ。なんか力が出ねえな。いい子にしてねえと均等には乗れねえんだが、ご飯は大丈夫みたいだな。うん、大丈夫。
ちの用事済まさねえとな。あっちに用事はねえはずだ。帰ったぞ、父。食いもん取ってきたぞ。ただいま、お母さん。遅いぞ、悟空さん。食材集めにどんだけ時間かけてるだ。どんだけって、修行もしてたしな。今日は無天道様のところにご飯ちゃんの顔見せに行く日だぞ。あれ、そうだったんか。そうだっただ。わりわり。今度から気ぃつけっから。もういいだ。ほら、弁当作る準備しねえといけねえから、うちの中に入るだ。このお弁当、楽しみだな。悟空さ、どこ行くだべ。出かける準備ができるまでおとなしく待ってるだよ。おう。それじゃあ、取ってきてもらった材料で弁当作るだよ。
悟空さどこ行くだめ。おう。お父さん、今からと無天狼。そうなんだ。こいつはクリ…あん時は…よし、準備できたぞ。ほれ、弁当。サンキュー、父。父の作ったもん食ったら、力がもりもり湧いてくるからな。なあ、ごはん。それじゃ父、じっちゃんのとこ行ってくる。悟空さ、ちょっと待つだ。ごはんちゃんに渡すもんがあるのを忘れちまっただか。ああ、あれだな。わあ、綺麗な玉。こいつは数神中っていうドラゴンボールでな、死んだオラのじいちゃんの形見だ。ごはんちゅうおめえの名前もそのじいちゃんからもらったもんだぞ。そうなんだ。よく似合ってるだ、ごはんちゃん。それをかぶってりゃじいちゃんもおめえを守ってくれっから、大事にすんだぞ、ごはん。うん、ありがとう、お父さん、お母さん。じゃ、今度こそ行ってくっか。悟空さ、ごはんちゃんをよろしく頼むだ。ごはんちゃん、いい子にしてるだぞ。うん、お母さん、行ってきます。晩ご飯までには絶対帰るだぞ。この世には七つ集めればどんな願いも叶うと言われる秘宝があった。ある者は莫大な富を、またある者は王の座を願い、思うがまま手に入れたという。その究極なる秘宝の名はドラゴンボール。これはドラゴンボールとそれをめぐり世代を渡って繰り広げられる孫悟空と仲間たちの摩訶不思議な冒険である。
ねえお父さん、無天老師様ってどの人？見た目はヨボヨボのじっちゃんだけど、めっちゃくちゃ強いんだ。へえ。まあちょっとエッチなんが、たまに傷だけんど、オラの一番の親友でライバルのクリリンもいるぞ。クリリンさんもお父さんみたいに強いの？うん、オラの知ってるやつの中ではかなり強い方だと思う。あとはブルマっちゅう女が来てるはずだ。ブルマがドラゴンボールを探しにオラのとこに来てから一緒に旅することになったんだ。旅に出てなきゃじっちゃんたちに会うこともなかったかもな。そうなんだ。もうすぐ摩天楼師様のうちだぞ。みんな元気にしてっかな。孫くん。悟空。よ。あら、なにその子。オラの子だ。悟空の子。そうだよ。変か。こんにちは。はい。こんにちは。孫悟飯ちゅんだ。孫悟飯。そうか。死んだじいさんの名前をつけたのか。ああ、いい名前だろ。おめえも来ていたら強くなれ。みんなに挨拶しに行かねえとな。いや、こっちじゃねえな。はっ。いや。
悟空、お前最近修行してるか？それがさ、あんまり修行ばっかしてっと父に怒られちまうんだ。そっか、実は俺もさっぱりなんだよな。ピッコロのやつを倒して平和になったからな。おい、お主たち何を話しておるんじゃ？いえ、僕たち何も。ほん、てっきり最近は修行をサボってるみたいな話でもしておるのかと思って。やっぱ何も特別な修行をせずとも日々が修行じゃ。お主らは忘れとるようじゃな。よく動き、よく学び、よく返す言葉もございません。よし、修行を達成。分かったよ、じっちゃん。はい、無敵の、うん、さて、こりゃ。わ、おう、おす、なんじゃ。しょうがねえな。おう、用事を済まさねえとな。おっと、何？
今は用事を済まさねえとな。おっと、行き過ぎちまったか。こっちに用はねえな。今は用事を済まさねえとな。どう？ははは。役に立てたみてえだな。なあ、よし、え？こいつは、へへ、あ、それじゃ行ってみっか。Ooh!
よし。今は用事を済まさねえとな。